い、どうもひなこです。イエーイ、よろしくお願いします。皆さん、童話って知ってますか？桃太郎とか、そう、桃太郎とかね、なんかこう、アラジンとか、カニ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 ガス、それはただのカニやな。カニやってほしいわ。サルだ、サルだっけ、サル、サル、そう、まだ案外知らなかったりするんですよ。でも日本人たるもの、やっぱりこう日本昔話はこう、触れていかないと、後世に伝えていかないといけないから、俺らは役割があるんだ、やっぱり。そんな大義あったっけ、時代に。ってことで、サトルさんに俺らが知らないんじゃねっていうのを1個持ってきてもらいました。はい、紙芝居形式で作ってて、サトルさんに1枚目を書いてもらう、同名の部分ね。あとは俺とマコで3枚ずつぐらいかな、回し、こう交互にやって7枚目でその物語をちゃんと綺麗に完結させるっていう感じで、はい、俺らはこう相談なしで1人ずつ書いてる形かな、はい、ということで、サトルさん何を持ってきたか教えてもらっていいですか？はい、今回持ってきたものは、はい、カサジゾウ。なんとなく最初のふんわりと最後はなんとなくしてると思う。まあってことやね、カサジゾウ。マジで分かんない、全然知らんけど、いいか、物語を作るべきだもんね。作るじゃない、しかし知らんのもなんて、まあ、でも作るっていうか、予想して当たってたら、そういうなんていうの、物語力を高めていける動画になるかもしれない、はい、俺らも、ね、曲もやっぱりこう、物語まあ、ストーリーやから、物語力を高めていきましょう。ということで、準備姫ごと。はい、ではそれでは最初の1枚目を書いていきたいと思います。どうしようかな、まあ、とりあえず書いていきましょうか。はい、ということで完成しました。1枚目の絵はこちらです。伝わるかな、この2人。こんな感じでね、どういうこの後物語になっていくのか楽しみにしておいてください。では次の方へ。はい、ということで2番をね書きたいと思うんですけど、貧乏だけど優しいじいさんとばあさんが正月の餅を買うつもりでした。買えなかったってこと。確かにそうなるよね。いや、おじいさんの顔が黒でなんかちょっと汚れてるみたいな。ちょっと待って、どういうこと？普通に誰でも分かるし、頭でも分かってたんですよ、僕も。分かってはいた。なぜ傘を作っていたか。これ正月の餅を買いに行きたかったんですよね。見てください、これ。多分春です。多分春になってしまいました。はい、すいません、本当に面白いな、それは。生い茂ってるもんなんで。そう、ちょっとだけ修正してマコに渡したいと思います。決め事？想像ついてきた、なんか見えてきた。うん、だってまだ地蔵がいないんだよね。地蔵出せばいいんだよ。雪と地蔵とおじさん描けばいいから。おじいちゃん、そう、花はあったっけ。花あったっけ。地蔵って花ある？あ、三角じゃない？あ、ぽいかも。口はある？口ってあったっけ。そんなことある？アホペンギンみたいな。いっか、これで渡します。もうこれで
これ以上加えてもどうにもならないので渡します。文章を書くね。はい、ということで再びヒロムです。ご飯も食べてね。パワー満点なんで早速マコの見ていきたいと思います。はい。野生の地蔵が現れたって感じだねこれは。苦笑い。同じ人かこれ。まあ、いや、ちょっとこの絵をね参考に4枚目描いていきたいと思います。貧乏だけど優しいおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんとおばあさんは2人で傘を作りました。それを町へ持って行って売り、お正月のお餅を買うつもりでした。しかし傘は全然売れず、町から悲しそうに帰っていると、雪道の先にあるものを見つけました。なんでだよ。それは雪で寒そうにしているお地蔵さんです。かわいそうなのでおじいさんはあることをひらめきました。寒そうにしているお地蔵さんに傘をかぶせてあげた貧乏な優しいおじいさんは、いいことしたと晴れた気持ちでおばあさんの待つ家に帰りました。お家に帰るとおばあさんは、傘は売れたかいと聞きました。するとおじいさんは、よそは雪が降って誰もおらんかって一つもおれんかったよと言いました。するとおばあさんは、じゃあどうして傘が減っとるかと怒りました。このままではお正月にお餅が食べれなくなってしまうので、おじいさんは慌てて傘を持ち町に売りに出かけました。すると先ほどとはお家がなんと、傘をくれ傘をくれとたくさんの人が傘を求めて集まってきたのです。と一斉に続きそちらを見ると、なんとお地蔵さんが笑顔でこちらを見ています。お地蔵さんは優しいおじいさんにお礼の返しをしたのでした。これで傘はたくさん売れて、おじいさんはおばあさんと幸せに暮らしました。おしまい。ひれがた。はい、じゃあちょっと振り返っていきます絵を。そうですね、はい、前さ進み方としてはね結構まあいい感じっちゃいい感じなんだけど、最初に聞いてなかったかな、優しいおじいさんのおばあさんなのね。怒ったりしないの。間違えちゃったね、それは。寒そうにしてたお地蔵さんにこうかけて、まあ寒くないようにと、雪にねかぶってないようにって言ったら、おばあさんは、あ、いいことしたねと。こんなね指さしてね、お前みたいな、こんなおばあさんじゃないのよ。で次、このままでは正月に餅が食べられてしまうので、おじさん慌てて傘を持ち売りに出かけました。すると先ほどとは大違い、なんともうねここに関してはねもうわからない、ストーリーが違いすぎるな。本当だよ。でももう違うのか。もう違うし、でもああなったらこうするしかないのかなって怒られてんだもんね。この時に本来だったら、うん、お地蔵さんたちがね、うん、こうまあ、歌を歌いながら、おじいさんとおばあさんの家まで行くのね。そこでガタンって物音がするの。でおじいさんとおばあさんはなんだいって言って、まあ、最後になるのかな。本来だったらそのガタンって物音がしたでしょ、うん、でそこを開けてみるとたくさんの野菜だったりお米お餅とかそういうものが置いてあって、うん、でもうお地蔵さんの姿はないんだけど、それでおじいさんとおばあさんはお正月をこう豪華にと言いますか、で添えて過ごせましたと。めでたしめでたし。素晴らしい。こっちの方がいい。ちょっと思った。こっちの方がさ、結局だからその当初の問題が解決されてるの、この傘が売れないっていう。そう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 。ところあと、あの野菜とかいっぱい来たけど、あの来年の正月は越せないこいつら。これは傘がもう売れ始めてるから、優しいおじさんたちだからこの質のいいものを多分作ってて、
だからリピーターとか、その新規で紹介とかで良さが広まるから、そうそうそう、クオリティが高いものを作ってるからね、うん、優しいからやっぱりそこ、うん、まあでもな、あの、なんていうの、伝えたいことはあってるね、鶴の恩返しみたいな感じで、その、いいことするといいことは返ってくる、人にも優しくしてあげましょうっていうのが多分伝えたいことだから、確かに、うん、その、そこは褒めてたよね、多分、うん、てかまあ、地蔵に傘かぶした時点で確定だったんだけどそこはね、はい、そうだよね、いい物語が作れたんでね、はい、今後もストーリー力高かったわ俺らが、そうだよね、うん、素晴らしい、素晴らしいです、これでいい曲も書いていけるんじゃないでしょうか、そうだね、ってことでね、イエーイ、またうるさいね、次回の動画で超うるさいね、 100% だったよ、もう終わり以上、ひろたでした、バイバーイ。